ディエゴ・マービン・ビセスワールは、オランダ・アムステルダム出身、スリナム代表のサッカー選手。ビセスワルとも表記される。ギリシャスーパーリーグパッチテッサロニキ所属。ポジションはミッドフィールダー。ユースチームを経て2004年に、フェーノールトに加入し、2005年にトップチーム、昇格した。5月22日、シーズン最終戦のアド・デンハーグ戦で、プロデビューを果たした。 2005年11月20日、ローダ JC 戦でプロ初ゴールを記録した。2006年の夏、ヘラクレス・アルメロにレンタル移籍した。翌シーズンにはデフラーフスハップにレンタル移籍した。その後、フェーノールトに戻り、2008から2009シーズンにはレギュラーとして試合に出場し28試合で7得点を記録した。 2009から2010シーズンは30試合で1得点と昨年を大きく下回る結果となった。2010から2011シーズンもチームの不振とともに23試合で2得点昨年とあまり変わらぬ結果に終わった。2012年1月、トルコシュペルリガのカイセリスポルト4年半契約を結んだ。遺跡金は20万ユーロ。2016年7月、 ギリシャスーパーリーグのパッチテッサロニ期へ移籍する。オランダ代表として2005年にイタリアで開催された UEFAU-17 欧州選手権2005には U-17 代表の中心選手の一人として臨みチームを準優勝に導いた。2005FIFAU-17 世界選手権では3位に導いた。2021年3月27日 アルバ代表戦でスリナム代表として初出場を果たした。ありがとうございます。